ダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国、またはダゲスタンアスアはロシアソビエト連邦社会主義共和国の自治共和国。ダゲスタンは山岳地帯を意味するが、また山岳の人々も意味している。30の民族や人種が占領している。反トルコ的、反イスラム的な運動をやめさせる計画の一部として現地語が奨励され、6つの民族に ソビート市の中で母国語の教育が提供された。ロシア語は第二言語として最も広範に広がり、次第に共通語になっていった。この傾向は特に都会で顕著であった。1921年頃と現在のヒカクラゲスタン、アスは設置50周年を記念して、ソビート連邦で発行された、キッテキタカフカース山岳共和国を赤軍が占領した後、 同時に再びソビエトの自治共和国が置かれることとなり1921年1月20日にダゲスタン自治社会主義ソビエト共和国が誕生した領域はテレク川南岸の高架サストー部であった国名は1936年12月5日付でダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国に改称された1938年2月22日にオルジョニキーゼ地方に キズヤル地区を設置された。チェチェンイングーシアスアが廃止された後にはその領土の一部を編入し、残りの部分は黒ズヌイ地方となった。その後、チェチェンイングーシが再設されると、再び領土が戻され、キズヤルを含む廃止になった黒ズヌイ地方の北部を与えられて、現在の形になった。都市人口は78万2000、農村人口は98万6000人だった。 1965年に、レーニン勲章を1971年に10月革命勲章を1972年に民族友好勲章をそれぞれ受賞している。1991年5月、ダゲスタン・アスアは、ソビエトロシアの中のダゲスタン SSR に一時的に、格上げされ、その後現在のダゲスタン共和国に変化した。 1953年のダゲスタンズ小惑星2297ダゲスタンは1978年にソビエトの天文学者ニコライスキポーノビッチチェニックに発見され、このアスアに基づいて名付けられた。ありがとうございます。